はいどうも、2.16 の天宮一和です。はい、今回ですね、いきなりね、モザイク動画になってしまいますが、一応、サバゲ動画になります。今回ね、何が起きたかというと、我の所有している東京マルイの MP7 に電子トリガーのカゲロウを入れようとした時のアクシデント、トラブルについてお話しさせていただきます。結論から言うと、解決はしてます。今回、このスマホのやり取りをナレーション対応しているのは、今回のね、カスタムショップの対応が、ものすごくね、紳士的で、好感を持ってたから、タイトルはね、辛辣なタイトルになってしまいましたが、サバゲ界隈ではね、あるあるだと思うので、動画にしてみました。今までカスタムショップで何度もね、修理とか出してたんですけど、本当にね、嫌な目に遭うことが多かったんで、もしこれからね、カスタムや修理を出す方がいましたら、参考になればと思います。今までね、カスタムショップに、修理、カスタムに出して、なぜかね、トラブルに巻き込まれてしまうんですが、その際に感じるのはね、本当にそのショップのね、店員さんのね、態度っていうんですかね、しらを切られることが多くて、もう、感じとしてはね、まあ、ちゃんとこれこれこういう風に、っていう説明してるんですけど、まあ、大体ね、よくわからないですね、みたいな感じで、とてもじゃないけどね、紳士的ではなくね、むしろね、その場にいたね、その常連さんとね、食べることになんか執着してる店員さんだったり、逆にね、気に入らないならね、他行けよ、的なね、態度であったりとかね、そんな中でもね、最近はね、信頼できるショップを見つけることができたので、最近そのあたりにね、お願いすることにしてました。で、今回もね、そこのショップにしたのは、物は結構買いに行ってたんで、で、その、店員さん、スタッフさんたちのね、すごく対応が良かったんで、ちょっと我的には気に入ってたんですが、まぁ、ちょっとね、一回失敗があったんで、まぁ、ただこれはね、多分ね、完全なるね、ヒューマンエラーだと思うんでね、そこまでね、起こることないかなっていう感じだったんですけど、まあね、本当にすごく今回好感が持てる対応だったんで、まあ、本当にね、我もね、最初はね、激怒だったんですよ。で、ただ、まあ、事なきを得ることができたかなって言った感じじゃないでしょうかね。はい、というわけでね、まあ、一応電話してみて、すぐ調べてくれるということなので、まあ一応事なきを得てほしいなと思うんですけど、そもそもなんで気づいたかっていうと、まず最初に、これなかったんですよ。これないのね。で我確かね、何年か前の動画にも出してるんだけど、そのまずインハバレルを見た時にノーマルになってることに対して、なんでやねんって思ったんですよ。でここの部分ってメカボックスもバネとかいろんななんかシリンダーとかなんかいろいろとね変えてしくじって、自分でやってしくじって、それをまあ別の店に持ってったわけですよ。でまあそしたらそこでは直してくれたんで、まあそこも事なきを得て、まあ一応ね、まあゲームには参加できるようになったんだけど、なんていうのかな、まあ、いわゆるこうやって、こう、打った時に、パチンパチンパチンって、なんか、とにかく、もたつくのが嫌だったんで、それを、まあ、解消したいなっていうことで、で、まあ、今回ね、カゲロウを入れさせてもらったわけですよ。で、戻ってきて、ちょっとここを見せちゃうと、ちょっとどこの店かバレちゃうんで、あれなんで、なんつうのかな。まあちょっとお店で、あんま今はお見せできないかなと思ってるんですけど、ここにね、ちょうどここに部分に我のバンド名が書いてあるんですよ。で、なんでバンド名を書いてるかっていうと、なんていうのかな、まず盗難防止ですね、単純に。いつもね、やっぱり同じ銃持ってる人がいると、やっぱりさ、その取られた時に何か証拠を、物的証拠っていうか、その見せてもらった時に分かればいいなっていうので、我は自分のバンド名を書いてます。というか、プレートキャリアとかにもステッカーじゃない、ワッペンとかも自分で自作で作ってのを貼ってるんで、
まあ、そうそう簡単にね、持っていけるもんじゃないし、まあ、数だって限られてるし、持ってる人も限られてるっていう。なのに かかわらず、ここにそのフィールドのね、ステッカーが貼ってあるんですよ。ここのフィールド使ったことないんですよ。で、これをステッカーっていうの意味は、どっちかというと、ね、なんていうのかな、いわゆる断速チェックしましたよっていう印、こう2箇所ついてるんですね。で、あともう一つは、この、これ、マガジンチェッカーっていうのかな。トッパーっていうの。で、ここもね、カスタムしてるのに、触ってみたら ちげえじゃんと思って。だけど、かげろうは一応入ってるような兆しというか、はあるんですよ、うん。で、こんな状態でちょっと使いたくないんで、まあ、ちょっと気が気じゃなかったんですけど、一応、今みたいに電話して、見ました。はい。ですね、まあ、ね、カスタムし、我の場合はカスタム自分でできねえって分かってるから、お店に全部任せちゃうわけなんですけど、うん、やっぱり信用してるわけじゃないですか、お店って。うん、なので、今回みたいな、まあ今回ね、ちゃんと、対応してくれるとのことなので、まあそこはちょっと今回信用もします。まあこの後もしかしたら動画は続くかもしれないですけど、まあそうですね、まず、何をすればいいんだろうって言ったら、やっぱりちゃんとよく見ることと、やっぱりあとね、こことね、ここにね、なんか傷がついてるんですよ。で、我、ダットサイドつけるとこの辺なんで、この位置が全然ずれてるんですよね。なので、そういうのもちょっと、なんか違えなと思ってたんだけど、あの時にちゃんとね、受け取る時にちゃんと言えばよかったなと思ってて、うん。だから見るときは、うん、受け取るときはやっぱりそういう風にしていかないとダメじゃねってちょっと今回は思いましたね。はい。うん、というわけで、まあ、なかなか話してもしょうがないと思うんで、まあ、ちょっと一応様子を見ていきたいと思います。はい、というわけでね、無事に戻ってきました我の MP7。まず、まあ、中身を見た方がいいかな。まあ受け取ってから、もう1週間ぐらい経つのかな、経たないかな、まだ数日か、うん、今週取りたんか、まあ、ちょっと今外装パーツガンガンつけちゃったんでこんな感じです。で今回、まず気づいた点というか、なぜ最初に気づいたっていうのはまずここですね。マガジンなんとかキャッチャーっていうの、ちょっと部品の名前を、ここまず我自身がカスタムしてたんですね。で、まあ、その次に気づいたのがここなんですけど、このインナーバレルもとこの、なんだっけ、まあ中身ですねメカボックスか、そうメカボックスも、いじってるんですね。でそれは別の店舗でやってもらったやつなんで、うん、っていうことですね。で何よりも極めつけはですね、実はこれ我盗難防止用にここにバンド名入れたんですね、自分でね。でなんでこういうことをしたかっていうと、まあサバゲのフィールドってまあ同じようなものを持ってる人って絶対いるじゃないですか、被る人って。でこれ我の実際体験談なんですけど、まあこの名前書いてあることによって盗難抑止というか防止になったんですね。まあこれ実際一回まあいわゆるパチられそうになったものなんで、でまあすぐ発覚、その当時はすぐ発覚して、いやちょっと見せてくれと言ったら、まあ相手が拒否したんですね最初で、いやこれは俺のだと、で見せる必要がないと、まあ、とかたくなに言うんで、でそのフィールドマスターと運営の人とね、まあ、我と運営の人とその本人に、3人で話し合ってる時に、まあ、いずれにしても警察呼ぶ呼ばないって話にもなっちゃうから、とりあえず素直に見せようよって話になって、まあまあこうこのね、まあ、こういう状態であれされたんですね、見せてきたんですね。で固くなに我に、渡すことを拒否するんで、いやこれも黒だなと思ってたんで、じゃあとりあえず100歩譲ってちょっと見せてよと、自分のじゃないと思ったらすぐ返すからっていうことで、まあ
行ったんですね。で、まあ、そしたらここにこうやって我のバンド名が書いてあるんですね。で、これって何ってわざと聞いたんですよ。そしたらそのパチってやつも要はこれにはちょっと意外だったみたいで、まあちょっとどもってたんですね。で、まあその上の人にこれを見てもらった上で我の、ボディアーマーについてるワッペン、まあ、この 2.10 というバンド名のワッペンを見た時に、ね、同じだからこれ意味知ってるよねみたいな話になった時に、結局そこで、まあ、本人、まあ、泣き崩れてというか、まあ一応警察呼びましたけどね、呼んで、結構事なきを得てことなんです。まあそういうので、まあいろいろと、まあ、手を加えてたものだったんで、まあその時はその時でまあいいかなと思ったんですよね。まあ、まあそれはそれで全然今回の話と違って、今回まあそのなんていうのか、取り違いっていうのかな、やっぱ物が一緒で、結局同時期に我と同じ、このかげろうをね入れるカスタムをしたユーザーがいたわけですね。こういう風にね、これかげろうの箱なんですけど、かげろう12型 F2 ってやつですね。はい。で、まあそこで物が違うっていうことで、まあ気づいたんで、まあもし例えば相手にこれを言っちゃったら相手はめちゃくちゃ得するよねって思うけど、でもやっぱり自分のじゃないのを渡されてもやっぱ気持ち悪いわけじゃないです か。そこはちょっと、まあ鬼でもないけどどうよと思ったんで、ちょっときつく言いましたね。あ、ちょっと気をつけてねみたいな、まあ優しく言って今ここでは気をつけてねっていうの言いましたね。でもまあ今回ですね、まあ、そのショップがですねすごく紳士的に対応してくれたんで、最初はね正直ね、激おこだったんですよ。あれなんで激おこかっていうと、まあ以前にもね動画を出したことがあるんですけど、まあ我このカスタムに関してはちょっとねいろんなトラブルというか、まあトラブルと言っていいでしょう、まああったんで、でその時にそこが それぞれのそのショップが紳士的な対応を取ってくれればここまで起こらなかったんですよ。何分ね白切られたんで、そこ部分がねちょっとイラッとしちゃって結構感情的になっちゃって、でまあそれなりの大騒ぎになって、後でようやく向こうが折れてっていうか認めてというかで話が進んだっていう感じでしたね。でまあ、そうです、今回の取り違いに関しては、まあ、ただ日にちがひたすらかかっただけなんで、まあ、3ヶ月ぐらいのところ、まあ、もうちょっとかかっちゃったっていうところですね。でまあこれ注意喚起って言っていいかどうかわからないですけど、まあそのカスタムショップに出した後、まあ、チェックするべきところって、まあ、外装パーツ全部外されちゃってるからほぼほぼ気づかないと思うんですよ。で何をやったかっていうのと、なんか自分のねこういうふうにね印ここがあったから今回すごく話がスムーズにいったんですよ。この名前自分の持ち物に名前書いて、っていうのもあるんで、まあそこら辺をね今回、やって、これからのねユーザーさんはやってった方がいいのかなっていう、自分のものは自分のものってねちゃんと分かるように、自分にしか分からない何かを書いとくとかね、まあフィールドなんて何十人も集まるところだからね余計。でも今回はねほらそのカスタムショップに出したことによってっていうのは話だったんで、まあ、そんなに人がいたわけじゃないんで混乱することはなかったとは思うんですけど、まあショップの方はすごい混乱しただろうけど、でまああともう一つはその最初に渡す時ですね、この外装パーツ全部外された上でまあこうやってこれで渡してたんですね。で持ってこられた時にできましたよっていう連絡来た時にいわゆるこの本体だけを渡されたんですよ。であれあれカバンごと渡してなかったっけって思ってたんですけど、結構向こうが堂々といやこれだけっすねみたいな感じで言われたんで、あれそうだったっけと思って、まあとはいえ以前もカスタムショップ出した時にカバンは受け取ってくれなかったんで、あそのあれなのかなと思って家に帰ってみたらカバンがねえと、で渡されたものが違うと、あもう完全黒だと、まあ、ただ、向こうも故意でやったわけじゃないんで、ただ本当に、まあ、ヒューマンエラーなのかなと思うぐらいな感じだったんで、我はそんなに
まあ、まあ向こうはどう思ったか分かんないけど、まあ我々的にはそんな怒ったりはしてなかったかなと思っております。はい、うん、まあそうですね、今回気をつけるべきところっていうのはちゃんと受け取った時にちゃんと使える、ちゃんと動くかどうかって試写もした上で、外装パーツちゃんと、外装パーツとかその側をちゃんと見て、まあ、こうやって名前を書いた上で試写して、でちゃんと動くっていうのを確認した上で、まあ、受け取りのサインをした方がいいと思いますね。はい、まあはい、というわけでね、今回ちょっと、ちょっと 長丁場になっちゃったとは思うんですけど、まあ、最初このね、あのスマホのやり取りでナレーション付きになっちゃったんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。今回はですね、カスタムショップの光と闇ということでね、何かね注意喚起ができたらいいなと思って動画にしてみました。はい、というわけでね、 2.1 の天真爛漫娘チャンネルですね、我が面白いと思った動画をね、あの発信してますんでね、よかったらチャンネル登録とね高評価よろしくお願いします。あとねコメントなんかもね動画制作の励みになりますんでね、ぜひぜひコメントしてください。いいコメントには、いいコメントは掲載します、悪いコメントはどんどん削除します。というわけでね、削除してるのが悪いって分かるという、はい、我のチャンネルなんですけどね、はいはい、というわけで、ね、今回は、こんな形になりました。というわけで皆様お疲れ様でした。2.1の天宮ゆきかずでした。お疲れ様です。